ても暑い日が続きましたね。お元気でしたか？今日もあいあいおなじみの始まるよの手遊びからスタートするよ。みんなも一緒にやってみてね。始まるよったら始まるよ、始まるよったら始まるよ。1と1で忍者さん、ドロン。始まるよったら始まるよ、始まるよったら始まるよ。それではこれから令和2年度0歳児あいあい学級乳幼児学級の開級式を行います。まず最初に御嶽町教育委員会教育長のお話です。皆さんこんにちは。教育長の高木であります。家庭は子どもたちにとってより良い人となるための最初の学習の場でありまして、本当に大切な教育の場であります。御嶽町教育委員会では語ろう、話そう、取り組もうをテーマに家庭教育学級に一生懸命取り組んでいるところであります。0歳児学級のあいあいと乳幼児学級ではコロナ対策として YouTube 動画を配信しています。担当者は親子で楽しめる楽しい内容を配信していますので、親子で楽しく笑顔いっぱいな時間を過ごしていただきたいと思います。それではコロナや熱中症対策十分取られて笑顔いっぱいでよろしくお願いいたします。次に御嶽町の家庭教育学級についてお話しします。御嶽町の家庭教育学級は0歳から15歳までつながっています。お子さんの年齢に合わせた家庭教育を学ぶことができます。家庭教育は全ての教育の出発点と言われています。また心の土台となる自己肯定感はこれからお子さんが成長していく上でとても大切です。自己肯定感が低いと自分が嫌いな子になってしまいます。この自己肯定感を高めるために親子一緒に家庭教育を学んでいきましょう。詳しくはファイルに閉じてある階級の絞りをご覧くださいね。では0歳児あいあい学級から説明します。もう一度この図を見ていただいても分かるように、すべての教育の出発点といわれる家庭教育の中でもあいあい学級は親子で踏み出す本当の初めの一歩です。皆さんはこの一歩を踏み出されました。記念すべき一歩ですよ。そんなあいあいの学びのテーマです。内容によってお家の方が
お子さんのために学ぶテーマと、親子で触れ合いながら学ぶテーマの2種類があります。アイアイはお子様の生まれつきで前期組と後期組に分かれています。そのクラスごとで担当者や子育てサポーターさんと一緒に子育てサロンを行います。そこでよく話題になるお母様方のお悩みがこのようなものです。仲間とワイワイ話す中で、自分では気づかなかった対処法や、悩んでいるのは自分だけじゃないということが分かり、気持ちが楽になったと皆さんが言われる大好評の子育てサロンです。アイアイ学級を卒業すると、今度は乳幼児学級へ移行します。地区ごとに3学級があり、学級生さんが主体で毎月1回程度開催しています。乳幼児学級は子育てやしつけについて学びながら、自分の子育てを振り返ったり、学級生同士が悩みを交流して子育てを楽しむことを目的としています。各学級では講師を呼んでの講座や幼稚園・保育園見学、遠足・運動会ごっこ、3学級合同クリスマス会、サロンなどを行っています。お誕生日会もあって、どの学級もとても楽しく活動していますよ。お友達もできたり、子育てのヒントがたくさんありますよ。以上が0歳児アイアイ学級と乳幼児学級についてのお話でした。例年はこの説明のように学級を行ってまいりましたが、今年度は皆さんで集まっての学級を行うことができません。しかし、お便りや動画の配信、個別の相談などで学級を行っていきますので、これからもお楽しみにしてくださいね。今月のお便りに同封してある絆通信をご利用いただき、悩んでいることや相談したいこと、近況報告など、どんな些細なことでも結構ですので、返信用封筒に入れてお送りください。動画の感想やご要望などもお待ちしています。送っていただいた相談内容は個人が特定できないようにして皆さんに紹介し、その対処法や他の方の意見をお聞きし、私たちからご本人へお返事させていただく予定です。もし担当者以外に相談内容を紹介されたくない場合は、絆通信の一番下にある相談の紹介を希望しないというところにチェックしていただき返信ください。皆さんからのお返事をお待ちしています。これで開級式を終わります。皆さん、これからもよろしくお願いします。それでは今月の歌です。みーもくん、お手伝いお願いね。今月の歌は、私たちの動画でもおなじみのシンガーソングライター新澤敏彦さん作詞、中川博隆さん作曲のパレードです。いろんな楽器を使ってみんなで楽しくパレードしましょう。どんな楽器が出てくるかな？みんなもお家にある楽器を鳴らしながら一緒に踊ってみてくださいね。それではみんなで元気にパレード！Bye.
忘れずにお元気にお過ごしくださいね。絆通信の返信もお待ちしています。返信用封筒をご利用ください。今日はこれでおしまいです。最後まで見てくださってありがとうございました。10月もお楽しみに。それまで元気でね。